はい、では本日メタルギアソリッド1998年9月3日に発売された、ソフトの9時間目以降からスタートしたいと思います。よろしくお願いします。あ、ユーロお兄さん128個目さんいらっしゃい。よし、お、129個目さん発見、いらっしゃい。いいよ、うん、ジュル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 、あ、かくい先輩でーす、いらっしゃい。よし、お金登録ありがとうございます。さあやるか。もうやり方を忘れたぜ。顔を見て進み、欄を知りて退くって知ってる？顔を見て進み、進めそうな時に進んで、うん、危なそうな時には撤退するのがいいって意味。うん、その場その場で適切な判断をしてね。はーい、よし、でも素敵ですね、ありがとうございます。お、134個目さん、ちょいデビさんいらっしゃい。じゃあ行こうか、じゃあ行こうか。あそこに人がいるから、あそこに人がいるから、あれを気をつけなきゃいけないといけない。ほら、あそこにほら人いるでしょ。アディカさんいらっしゃい。ぴょーん。よし、さあ行こう。私こっちの方になんか行けるところあったからこっから行ったはずなんだけどね。よいしょ、よし、行くぞ。で、ここ確か赤外線あるとこでしょ。じゃあ OK。被害戦の、あ、違うわ、スナイパーのところは割れましたね。うわー、ねえねえ、あ、ここ地雷があるんだ、びっくりした、地雷があるんだこれ、びっくりした、地雷があるところだこれ。どれどれだ、これこれこれ、地雷に引っかかったんだと思う、多分だけど。そう、地雷いるでしょ、クラスに一人は。クラスに一人はいるでしょ。なんかそいつのせいでなんかちょっと空気悪くなるみたいなやついるでしょ。シンバーさんいらっしゃい。はい、アフロレイさんいらっしゃい。メタルギア1です。よし、ほう、そいついるだろう、クラスに一人は。俺じゃねえ、自覚してないだけじゃないの。自覚してないだけじゃないの、本当に君らじゃないの。さあちょっと待ってね、地雷をちょっと取っていかないと先に進めないから。ほんとに、あら、取れない、フルとか言われて、フルとか言われて、さあちょっと待ってね、これも取らないといけないんだけど、あ、取れないな。さあどうしましょうか、ま、チャフ使っていけるのかな。おお気に入り登録ありがとうございます。電波障害中は地雷も大丈夫なのかな。うわー、全然大丈夫じゃないわ。ユウさんいらっしゃい。全然ダメだ、全然ダメだ、びっくりしたわ。ねー、そりゃそうだよね、チェフ使ってるからって地雷踏んでた いいわけないよね、まあ、常識的に考えたらさ。よいしょ、まあいいんですけど、どれだ、あれどれだ、これじゃないやん、これでもない、あれどれだ、あ、これだ、みこちゃんいらっしゃい。おー、お仕事いってらっしゃい。大変やね。ほ。はい、172個目さんいらっしゃい。足ゴーグル持ってるよ。このさ、いらないさ、地雷をもう埋め込みたいんだけど。いらない地雷を埋め込みたいんだが、これかな？これかな？クレームわからん。
おいちゃえ。パチッ。パチパチパチ。ね、取らないといけないとこ取ってかばいい。それそれそれ、お祭りだー。ほっ。それが一番いいよね、多分ね。よいしょ。お前の番かい。ちょっと待って。みっかる。よし、おじいさんいらっしゃい。よし。冷たくて気持ちいい。ちょっと待ってね。おお、怖い。こう行ってこうだ。ちょっと待とう。よし、バレてない。いぶきさんいらっしゃい。すごい、バレてない。レッツ。つか、ここの下は四角になるんだ。で、ここで茶振ればいいのかな。うー、怖っ。これでオッケー。四角。よし。電波障害が行っているのに動くカードキー。よし。いいっすね。ナイスー。ナイスー。よし。ナイス。え？ローション取れない。ポポポポポ。オッケー。取った。よしよし、最高。何ですか？オッケー、しゃがんでいくぞ。なんだ、あれだ、ここでなんか取れるんだっけ。確か違うっけ。ここで取れるんじゃなかったっけ。違う。お金取ろうございます。ここで目的のものが取れるんじゃなかったっけ。エレベーター降りたとこ、わかった。ここ段ボール最強地帯でしょ。チャージャン知ってるよ。段ボール最強地帯ここでしょ。ほら最強。あ、やばい、通り道に段ボールがあってしまう。うん、やばい、見つかる。あ、ただの段ボールか。そんなわけないよ、お前。ほか、こんなとこに段ボール出るわけないだろう。ちょっと考えろ。よし、エレベーターどこだっけ。チャフやった。エレベーターどこだ。誰か覚えてる、エレベーター。よし、あ、サメルさん、天使が初見で攻略ありがとうございます。ここありがとうございます。ここつー、階段登ったところ、ありがとう。ここつー、ありがとうございます。ここからございます。このまま階段上がりましょうか。バレないし、全然バレる気配がないから。一回メンメル、え、メンメルかな。204個目されるし、あんまり言われたことない。なんかいる。よし、しょ、チャクッ。2回押し、2回押したらすぐ来る。2回押したらすぐ、ここの地下2階。よし、200個目さん、199個目さんいらっしゃい。よし。よいしょ。俺の子って消えてないけど、あんこちゃんでは消えてないけど、NCV じゃ消えてるね。よし。運休は、寝てばっかですね。寝てばっかっす。ここだな。この爆弾、俺のナンス用さんいらっしゃい。
こうだ。さあ、行くぞ。ちょっと待って、チャフル、チャフル。怖いから、チャフル。ほい。で、どっかにあるはずなんだよな。ここか。うん、違う。あ、ここで合ってる？ひぃ。今の合ってた？お筋トレからじゃんです。よいしょ、PS3 では出ないと思う。よし、合ってた。よしよし。それが、合ってたわ。よし、じゃあ、これで OK。とりあえず、ここガス室だから、ここを出てからちょっと装備を見ましょうかね。どういう装備か。これをゲットしました。何これ？ウリアーム、特殊繊維を使用した防弾ベスト。ダメージを半減させることができる。強い。ブルースカイさん、クレアさんいらっしゃい。訓練兵。お、ユマちゃんだ、いらっしゃい。訓練兵の。で、これで？何するんだっけ？ちょっと指示中。もう拾ったなぁ。うん、いいアイテムゲットしたんだけど、何するか忘れちゃった。うん。オッケー、楽になるはずだって。なんだろう。どこ行かないの？ちょっと指示中。え、ウランスターさんいらっしゃい。お筋トレございまーす。で、この後どうしたらいいんだ？あ、うまくなってる。本当に ?222 個目さんいらっしゃい。うまくなってるって言われた。いや。かわかって。いや。そう、大佐の指示。こっちかな？かな、ここだ、ここ、多分ここだわ。よしよし、はい、ジゴンさんいらっしゃい。チャンレーク、チャンレーク、でさ、指示をくれ。ここあれだ、変態と戦ったとこでしょ。変態じゃないや、マインドコントロールがしますか、戦ったとこだ。ショケミさんいらっしゃい。よし、お気に入り登録ありがとうございます。ん、声変わってない。よいしょ、声は急に変われない。233個目さんいらっしゃい。よいしょ、235個目さんいらっしゃい。乱太郎に出てきた。え、そうなの？235個目さん、ココロビンさんいらっしゃい。全然知らないや。よいしょ、そう、潜入兵潜入兵なう。大佐、どうすればいい？指示をくれ。いや、これまたオオカメに噛まれるパターンじゃないの？やだなぁ。1個目さんいらっしゃい。よっ、239個目さんいらっしゃい。またオオカメに噛まれる。あ、知ってる。どうせあれでしょ？スナイパーウルフ。やっぱり、え、そう思ったんだよ。ハンカチ装備すればいいんじゃない？って思ったんだね。ほらね。そうじゃないかと思ったんだよね。だって、ほら。イエーイ。チャネクソ。あゆのりさんいらっしゃる。そうじゃないかなと。でも、おかげで暗視スコープが使えないよね。どこ行けばいいかわかんない。あのね、ハンカチにね、そのスナイパーウルフっていう女性の匂いがついてて、それが、その、このウルフたちにご飯を渡してるんですよ。ご飯渡してて、それで懐いてるから、それと同じ匂いがするから、みたいな、そういう無理やり設定だった気がする。ちょっと、でもどこ行けばいいかわかんないな。こっちか。そう。こっちか。どこ行けばいいかわかんないな、これ。お気に入り登録ありがとうございます。なんか右側だった記憶だけあるんだけど、右側の下の方だった記憶だけあるんだけど、ビアンカのリボン的な、そう。大佐、指示をくれ。ハンカチの装備を解くのは非常に怖い。これは、どこへが、しゃがんでいく。まあ、しゃがんでいくんだろうけどね。こっちかな。
かな。とかめれちゃうの嫌なやつでしょ。ひどクリスさんらしい。よいしょ、右下あたりだということだけは記憶してんだけど、怖い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 。257個目さんいらっしゃい。こっちかな、こっちか。うん、こうかこうかこうなのか、いったんじゃない。おいった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 、いったでしょ。よし、うるせん終わったんだけどね。258個目さんいらっしゃい。もう一回ウルフ戦なのかな、まさか。 OK、 どうもーどうもー。お、なんだ、メリル、メリル、261個目さえらっしゃい。そんなやついたらすれば。気をつけて頑張ります。私こんなだけど、私こんなだけど、あなたを助けたい、役に立ちたい。黙ってろ、体力を消耗するぞ。体力を消耗するぞ。甘かった。うん、軍人なんかに憧れて戦場には何も、私もね結構甘かったなと思うんです。あの、今日バナナスムージー作ったんですけど、結構蜂蜜入れすぎて甘かったですね。忘れないで。だから次はあの分量を忘れないようにしようと思います。スネーク、はい、メリルのことだ。エロおにぎりらしい。大佐、俺は聞いてくれ。どうした。俺はメリルを守ることができなかった。甘い。スネーク、あの子も軍人だ。捕虜になる事態もあり得ると分かっているさ。自分の意志で任務に就いたんだ。無用嬢さんらしい。覚悟はできていたはずだ。いや、そうじゃない。メリルは自分が軍人にならなければいけない、そう思い込んでいただけだ。亡くなった父親に近づくために。ヘメ。あの子がそんなことを。彼女はまだ戦場に立つべきではなかった。戦場で傷つく覚悟もできていなかったはずだ。あらあら、俺がもう少し。らしくないな、スネーク。マスターがどうして。盗み聞きしていたようで悪いんだが、我慢できなくなってな。マスター。マスター。スネーク、反省はいい。反省はいい。後悔するのも勝手だ、うん。だが過去の過ちをただ否定的に捉えて自分を責めるのはやめた方がいい。やめた方がいいな。それは何も生み出しはしない。うん、そうよ。落ち込むなんて伝説の男には似合わないわ。伝説の男。メリルさん、きっと無事でいるわよ。エム。メイリン。スネーク、リキッドたちを止めてくれ。メリルもそれを望むはずだ。エムから始まる名前の人多いな。メリルならそう言うだろうな。スネーク。なんだ。メリルさんってあなたにとってやっぱり。あ、こいつ絶対スネークのこと好きだ。特別といえば特別だ。あれほどの跳ね返りそうはいない。ね、そういうことじゃなくて。大佐の命で今は戦友だ。それだけ。嘘。警察の尋問みたいだな。ね。そんなこと。家計かもしれんな。家計って家計、突然なんだ大佐。クソムシいらっしゃい。ナオミのおじいさんの話を思い出したんだよ。聞けばナオミのおじいさんはエドガー・フーバー時代に FBI 長官補佐まで勤め上げたらしいじゃないか。ほう、そうなのか。うん、ええ、日本人でマフィアのおとり特別捜査官もやってたらしいわ。おぶさめいらっしゃい。1950言ってることはイケメンなのに顔はぶさめいらっしゃい。ニューヨークだったと思う。ナオミ、家族はいないんじゃなかったのか。キャンベル、大人になってから調べたのよ。おじいさんのことを知った時にはセーブサミもう亡くなっていたわ。
実際にはスネークのこと憎んでる気がする。そうか。スネーク好きなんじゃないの？負けないでね。頼んだぞ。よし行くぞ。ちょっと待って、アイテムとか落ちてないか。落ちてない。右行ったらさっき捕まったんだよね。右行って捕まったからもう一回右行きますか。右行ったらなんか捕まったもんね。なんかどうせまたそっち行けってことでしょ。頑張れ頑張れ。よし。なんだ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 、びっくりしたぞラツイ。ここでしょ、これこれ。なんだここ、何しがおるか。こうか。ラツイって何？あのね、ラツイっていうのを知りたかったらね、もうあと2時間ぐらいしたらわかるよ。ね。ラッチーについて知りたかった。あと2時間ぐらいしたら。何？何何？な、なに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 ？なになになに？怖い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 。怖い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 。ちょっと待って、なになになに？これ倒せばいいの？よし。倒した。倒した倒した倒した。よし。うわー、なんかいっぱい来てる。ひゃー。どこ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 。逃げろ逃げろ。倒せた？まだいるか。よし。行くぞ。むげむき、オッケー。なんかいる。いてーむー。よいしょ。ちょ、痛い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 。ちょっとこれ。よし。痛い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 、これ。よし。よし。は、こんな放送2時間でも見てるとってコメントしたら NG になりますかね。わかった。じゃあ、そんなに NG にしてほしかったらしとくね。欲しがりさんだから。欲しがりさんはしょうがないから NG に入れとく。ね、めんどくさいなー、めんどくさいなー、ほんと。欲しがりさんだなー。謝ったから許しといてあげよう。次はねえぞー、次はねえぞー。え、ちょっと待って、見えない。あ、ここ、これだ、これで、これで開く、これで開く。ちょっと邪魔ー。ちょっと待って、これこれこうやった方がいい、早いんじゃないの。あ、死んだ、死んだった。あ、枝豆豆さんいらっしゃい。あ、延長しよう。よし、ハイパー延長タイム、ハイパー延長タイムでーす。慈悲深い、さすが女神様。やっぱ NG 入れとく。やっぱなんかそうやって慈悲深い、さすが女神様とか言っとったら NG 入れないだろみたいな、そういうの、そういうのが見え隠れするんで NG 入れときます。あいさみるさん、あつうし、かまいさん、にゅうちゃん、くすみし、くくらびんさん、みっこちゃん、えなめまめさん、みきろくん、れんれんさん、ちょいたぶさん、ゆまさん、ちょっとありがとうございます。ねえのさん、ぶさめん、ちょっとありがとうございます。そうだよそうだよ、合わせていこうな。周りの空気に合わせてこんな。330個目さんいらっしゃい。さあ、じゃあ行こう。次こそ頑張るぞ。プリオート発射にして、よし、行くぞ。慈悲深くないです。はい。生き残る。あ、こ、あれ、こっちじゃないの？倒して、どこ、こっちじゃないの。
開けた。よし、ナベルザー、ナベルザー。あ、ちょっとここで止まるのほんとやめてほしいよね。ナベルザー、ナベルザー、ナベルザー、ナベルザー。ほいほい、ちょっとだから止まるのやめてって言えば、うん、レーションに変えとこう。ボディアーマー、あ、そっか、ボディアーマー寄せた。ボディアーマー、ボディアーマーランキーインを攻める。なるほどな。ちょっと早く来て。ほう、うん、回復は手動で。じゃあ今回復しようか。おー、ちょちょちょ、ねえねえねえ、はい、スネーク、そこが渡り廊下への扉だよ。渡り廊下の扉、カードを使っても開かないぞ。開かないよ。え、あ、そうか、忘れてたよ。そうだったそうだった。何か知ってるのか。外側が凍りついて開かなくなることがよくあるんだ、渡り廊下の扉は。そうなの。言ってくれ、そういうことは。で、どうすれば開けられる。どうしたらいいの。中から開けるのは無理だね。いつもは外側からC4 か何かで爆破するんだけど。外側から。外側から。中から開けることはできないのか。ごめん、無理なんだ。でも安心してくれ。通信塔の A 塔と B 塔をつなぐ渡り廊下は2つあるんだ。テロリストの鏡。もう一つが屋上にある、うん、屋上の渡り廊下を使えばいいと思うよ。うん。お、ホモがいる。ちょっと待って、じゃあ屋上の渡り廊下があればいいって言われたから屋上の渡り廊下に行こうかなと思います。よし、いつも爆弾で壊す扉。ちょっと邪魔なんですけど、邪魔なんですけど。お、レーションゲット。よいしょ。初見声変ですね。そんなことないよ。よいしょ、キメム、よいしょ、キメム、自分の変なところ変ですねって言われたら傷つくだろ、傷つくだろう。よいしょ、そうは思わんかね。よいしょ、ほう、349個目さんいらっしゃい。よし、ここ何種なの。でもボディアーマーあるからなんとかなるかなってちょっと思ってる。ちょっと待って、レーション全部かわいい、やったぜ。お、よし、よ、らしいよ。どん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 、ほっほっ、よし、はっ、よいしょ、よいしょ。ちゃちゃんかわいそう。こいつさ、さっきさ、さっきこんなクソ放送2時間もちょっと待って、こいつさ、ねえ、よいしょ、ねえ、そうさ、こいつさこいつさ、はぁ、こんな放送2時間見てろととか言ってたやつなのにさ、でさ、ブサメも、ブサメもローションの使い方が上手とかさ、あ、これはあれか、煽りか。まあいいけど、まあそうやって、そうやっていつ、いつしか格好になれてしまえばいいんだよ。そうし、そうしていつか、いつか気がついたら格好になってしまえばいいんだよ。よし、お前も、お前も、お前らもな、いつかな気持ちの悪い格好になってしまうんだぞ。あの鼻で笑って見てるお前らもな、いつかは、いつかは気持ちの悪い格好になってしまうんだぞ。覚えとけ、覚悟しとけ。いいか、ちょっと待って、死ぬ死ぬ死ぬ。よし、あ、私さんいらっしゃい。よし、そうだそうだ、ちょっと待って、ちょっとりあえずこれ倒そうか。お前ら死ね。よし、あ、いけた、いけた、覚悟しとけ。うん、ローション、アイハート。基本的にあんまり何言われても何とも思わんからな。ゼロ距離射撃、ミサイルシャイ。よし、無限巻きゾーン抜けたぜ。上来たな。